はい、おはようございます。6時過ぎですね。朝ごはん食べてから行こうかなということで、昨日福原で買ったベーコンエッグとシナモンロールですね。とりあえずベーコンエッグを焼いて、朝食にしたいと思います。美味しそうにできたかな。夕方はね、晴れてたんで星が見えるかなと思ったんですが、暗くなって最初星見えてたんですけど、夜中はね曇って、で朝もこんな感じですね。まあだけどこのキャンプ場は素晴らしいですね。こんないい環境はないですよ。デイキャンプしてる人たちもね、気持ちよさそうでしたね。多分朝も日差しがあってもこっちの木がある程度遮ってくれるんで、夏のキャンプ場としては最高じゃないでしょうか。意外と虫も少なかったし、で朝は結構爽やかです。ちょっといただきます。本別公園キャンプ場、素晴らしいキャンプ場でした。さあ出発です。7時35分。いやー、いいキャンプ場でしたね。もうなんだろう、ほとんど火の打ち所がないキャンプ場ですね。北海道最後のキャンプはね、ちょっと最初ねどうかなって思ったんですよね。もっとこう景色のいいところとかないのかなって思ったんですけど、全然もう大満足ですね。大満足。テントを張って、でそして椅子を置いてですね、風に吹かれながらですね、あと川のせせらぎが聞こえるんですよ。あれもいいね。自然音として程よくね、実に快適でしたね。でそれで静かにね時を過ごすっていうのもできたし、もうバッチリです。バッチリ。いつの間にかね、上士幌町も過ぎて内帯高原の道に入ってましたね。でもあと7キロ、行き過ぎ、開門7時、内帯高原牧場、内帯テラス、ヒグマ出没中。ひえー、あれなんか覚えがないんだよな、この辺の今の看板とか。なんでだろうな。さあ見えてきたかな。内帯高原牧場っていうのがこの辺随一の十勝平野を見渡す展望地なんですね。最初ね来た時は何も見えねえじゃんっていうね、まあそりゃ霧っていうかね、うん、でももうこの景色だけでなかなかですよね。このワインディングの爽快感、景色、ツーリングの最高の瞬間というか、あれ？ここ？ここは何？テントがあるね。これ内帯テラスじゃん。こんなんだっけ？全然覚えがない。新しくできたのかな？で、しかも Google マップはさらに上を案内してるね。おお。あ、結構いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。そんなにくっきりは見えないけど、もやってるのもまた。わお、いいね。ああ、これは確かに。もやってるのもまた幻想的ではあるけれど、くっきり見えたらすごいんだろうな。あ、そしてこうやってね、芝刈りマシーンで、たゆまぬ努力で、こういう綺麗な環境を維持してるわけですね。そりゃそうだよな。こんな広い範囲、しかも草がガンガン伸びる時期だからね。内帯テラスって多分新しくできたんですよね。これすごい綺麗だし、2020年のツーリングマップに載ってないからね。この先の Google が示している 2.4 キロ先のところまで行けるよね。行ける？あ、行けない。行けないんだ。ここで終わりか。行けなくなっちゃってんの。まあいいか、十分いい景色だし。じゃあちょっとそこで休憩してですね、あと20分、15分、17分後にですね、あそこ開くんで、まあちょっとまたあれだけど、ソフクリ、日本一広い牧場で食べるソフクリいただいてきますかね。ここで景色を眺めよう。さて、では内帯高原、内帯テラスを後にします。牛ソフトというですね、ショコラ&
ミルクソフトかな、ミックスを食べましたね。じゃあね、カリカチ峠にまず向かっていきます。まだ9時台だからね、という余裕の発言がいつまで続くか。まだ何時だからってね。ガソリン満タンにできたんで、これで安心してまた先に進めますね。ちょっとあのさっきからコンビニもないし、ガソリンスタンドもなくて、ずっとその何もない道をひたすら走っててですね、まあ信号もなくていいんですけれども、この十勝平野走ってる時ってなんかどこ走ってるかよく分かんなくなってくるんだよね。まあ、ですが、ガソリン入れたんでね、これでしばらく安心して走れます。さあ、ここをね、右に行けば鹿離別湖に行くわけなんですが、まあ、鹿離別湖、私もね、好きな湖の一つなんですけれども、まあ、今回は寄らないと。道央というか、まあそこは道央根でいいのかな、このエリアは完全にする道南道東を今回は楽しんだと。なんか今ね、後ろに走ってるセローの人から信号のところでね、どこまで行くんですかって話しかけられましたね。ずっと同じルートで走ってるから、なんかストーカーみたいとか言ってましたけど、富良野の方に行くって言ってましたから、まあ私も、まあ、その途中まではそれに近いルートになるんで、まあ、結果的に同じになるっていうことですけど、多分どっかですぐ分かれるのかな、どうなんだろうな。今回全くね、そっち方面行ってないですからね。サホロ湖ってなんだろう、ちょっと行ってみようかな。アスワン、待って、よいしょ。あ、いや、ちょっとこっち行ったらサホロ湖って何かなと思ってちょっと行ってみますはい、どうぞ。なんかあのセローの人となんか波長があったじゃないけど、考えることは一緒で、このサホロ湖ってなんだろうって思って曲がってみたって、私が曲がったら同じ考えで曲がったらしい。おお、あそこの湖畔のなんか公園みたいになってるところが多分いいんでしょうね。おお、ほんとだ。うわ、怖え、うわ、怖え怖えちょっと高所恐怖症なんでうわ、怖い、怖い、怖い、怖くないですか、こういうの。全然怖くないです。本当ですか、めっちゃ怖え。うぅ、サホロ湖という穴場スポットですね。あそこの湖畔のところに公園っぽくなんかなってるから、まあ、ちょっと行ってみようかなという。そんなゆっくりしてる場合じゃないんだけど、そしてこっから先行ってもしょうがないんで、多分工事現場があるんだろうね。サホロダムの概要、あ、橋とか綺麗ですね。よし、ささっと行って P ご自由にお休みください。あ、はいはいはい、あ、なるほどなるほど。で、こっから先はダートなんですね。これはツーリングマップに書いてある。よいしょ。サホロリゾートって、サホロ湖ってなんかまあまあそういうエリアなんですかね。この正面の山は何だろう、上の方がちょっと開発されてる感じが。スキー場かな、スキー場にしてはちょっとちっちゃいけど、カリカツ高原キャンプ場っていうのもあるんですね。あー、ここ来たことあるわ。カリカツ峠、前回来たかな、と、もしかしたら。いや、カリカチ峠、ね、まあ雲がねやっぱりかかってて、あんまり景色は見えなかったんですけれども、まあしょうがないですね。で、あのセローの方とですね、なんか一緒に走る感じに今なってますが、南富良野の道の駅まで行ってですね、そこで私はちょっとご飯にしようかなと思いますね。今25度ですね。泊まって、ね、日差しがあるとすごい暑いんだけど、結構寒いっていうか風は冷たいですね。ちょうどいいですね。だから走ってるとね、スキー場が見える。南富良野の道の駅に今向かってるんで、ここは南富良野なんでしょうか。田園
うん、違う、これ麦か。スキー場の緑が眩しいね。何だろうね、この野菜は。じゃがいも？じゃがいもじゃないか。これで合ってんのか、道の駅。あ、そこだ。モンベル。モンベルショップがある。どこに止めようかな。レストラン。どこに止めようかな。こっちかな。ここにしよう。よいしょと。はい、道の駅、南富良野で、スープカレー、鹿肉スープカレー食べまして、ついに苫小牧港を設定して出発。151キロ。給油が必要だ、これは。南富良野で、ここで給油したいな。セイコーマートでお茶とね、おやつを買う。これ重要。さあ、行くぜー。お、Aコープ富良野。昼ご飯を食べてですね、お茶とおやつも仕入れてですね、ガソリンを満タンにしまして、いよいよ、あ、出た。トマム方面は福音の狭い砂砂利です。いよいよね、苫小牧に向かいます。苫小牧まで150キロ、2時間49分ですね。到着予定が15時55分ということでね、ついにまっすぐ帰る時が来ました。さあ、帰るぜ。そしてね、この1030号、堂々1030号ね、シムカップトマムに向かう、この道はですね、途中で未舗装路になるんですね。で、ここをね、通っていこうと思ってたんだけど、なんとね、Google が最短ルートとしてこの道を示してくれましたね。だから、あれやこれやですね、設定する必要はなく、もう苫小牧に向かう、最も早く着くということでね、Google 先生がお墨付きをくれたんで、通行止め4年5月16までだから、もう終わってますね。もう終わってんじゃん。Google 先生も不成長案内するようになったかっていうね、何目線で言ってんのかわかんないけど、さあ、ここはね、濡れてますが、さっきね、あの道の駅南富良野でご飯食べようかなと思って探してたらですね、こっちの方で明らかに雨降ってる感じの雲とですね、こう水が雨が降ってるあの様子が見えたんで、これ来るかもなと思ってですね、ちょっとバイクにかけてたヘルメットとジャケットをですね、回収して荷物に雨カバーをしましたね。だけど来なかったから良かったけど、トレーラー脱輪続出、この辺で降ってたんですね。さあ、最後の最後で今水泥跳ねをしている、カバンに泥跳ねしている。そして雨がぶっとパラパラ、今シールドに当たっている。やめてくれよ、降らないでくれよ。路面が濡れてるだけでも嫌なのに、この後に及んでカッパを出すなんて絶対嫌じゃん。しかし、この道を行くしかない。 Google 先生が示すこの道を。ちょっと雨降ってるよ。雨やめてよ、ほんと。やめて。今回の北海道ツーリングを象徴するような一場面になってしまった、これ。降ってる、雨降ってる。もう突っ切るしかねえ。全然降ってるような感じの天気じゃないのに、なんで降る？なんでここだけ降る？さて、はい、砂利だと、入りました。結構濡れたよ。もう意地だ。カップは着ねえ。Google 先生がここが一番短く、早く苫小牧につけると言ってくださっているんだから。おお、それを信じるのだ。信じる者は救われるのである。いや、わからん。Google が神になってしまっている。あなたが神か。まさかの雨だと、雨だと走っている私です。はい、ここが峠なのかな。シムカップ村。さあ、最後の最後でなんか泥跳ねしちゃった。最後の最後でもないか、まだ。そしてね、シムカップ村に入りますが、この先に黒い雲が待ち構えているということを今見てしまいましたね。峠を越えたら、あ、ここね、ここからなんかね、山に入れると思ったんですよ、あの地図を見た時に。だけどね、ダメですね、行けないんだなっていうのが分かりました。そしてここはなんだっけ、イクトラ峠かなんかな、そんな感じの名前だったんですけど、何も書いてないですね、峠のところに。まあいいや、
最後までダートを楽しむ、これが俺の流儀だ。写真撮ったりしてるうちにですね、どんどん到着時刻がディレイしていきますね。今15時59分ですね、到着時刻。あ、16時になった。私が目指している16時、しかし本当は16時半に着けばいいからまだ平気平気っていう風にまだ思ってるわけです、ここでね。でも Google のナビって結構シビアな時間指定なんで、だいたいこの時間通りに着けないから、普通に行って16時半にだいたい着くぐらいの感じになると思うんですけど、であと私は港に行く前にセイコーマートに寄りたいんですね。でそういうことを加味するとそんなに余裕はない、もう脇目も振らずに向かって行ってちょうどいいっていうね、まあ、そういう感じです。黒い雲の下を今走っておりますが、意外に雨が降っていない。さっきの何だったのか、俺のカバンを汚して服を濡らすだけの、そういう嫌がらせの雨、いや北海道が俺に別れを惜しんでいるのだと浸ってんじゃねえよって感じ。さあこれでスイッチは終わりですね。今回のありがとう、何がありがとうだか分からんけど、あと134キロ、16時5分です。普通に走ってたのにだんだんディレイしてしまったね。 Google 先生はあの不整地をもっと速く走る想定をしてるんだよね。まあまだまだ慌てる時間じゃない。しかし134キロもあるのか、楽しませてくれるじゃないの。さあ SIM カップまで20キロぐらいということで、県道136、道道136を走っております。暑いと思ったけど、今ちょっと日が陰ると普通、もう太陽の力そのものだね、この体感は。またここは暑くなってくるよ。いやー夏だ、この明るさ、太陽の光、夏のツーリングをしている俺は。いや別にそんなにね、暑いのを求めてるわけではないんで、別にそれでテンションがそれほど上がるわけではないんですよ。うわ黒い雲、そしてこっちは黒い雲って、面白いね。もう休憩したい、休憩。ここ左、あ、まっすぐで道の駅だな。よし、まっすぐまず道の駅に入ろう。はい、道の駅SIM カップでちょっと休憩しましてですね、たこ焼き食いました。ハーフサイズ4個で270円という明太子マヨたこ焼き。ちょっとこれからね、向かっていくルート上はなんだか知らないけど、にわか雨というか天気雨みたいなのがね、降る流れになってるんですね。雨雲レーダー見ると、雨雲レーダーに映るぐらいだから、まあまあちゃんと降るんでしょうね。これ困ったね。せっかくドロドロは解消されたと思ったのに、これまたカバン泥跳ねだよ。もうすっかり、もうなんか今更もう雨カバーする気分にもならないっていうか、ズボンも多分裾に泥跳ねしてるし、靴にも跳ねてるし、っていうかなんなら濡れてるし、全体的に。天気雨のくせにね、まあまあしっかり降ってるんですよね。いやー、もういや、道の駅SIM カップのところであと110キロで2時間というねことですね。乾けもう降ることは許さん。降ったら怒るぞ、怒っちゃうぞ。俺が怒ったら怖いぞ。どうなるんだろうどうもならねえ。いやー降ってる、鹿に注意だね。まあカッパ着よっかな。でも暑いんだよな今日は。トンネル内は寒かったけど、基本暑いんだよね。っていうかもうズボン濡れちゃってるしね。濡れちゃってる上でカッパ着るとかえって乾かないっていうこともあるからな。かといってまたこうやって振られて余計濡れる可能性もあるしね。もう完全にカッパ着るタイミングは逃した状態ですね。はい、夕張に来ましたね。やっぱり疲れてるんで休憩します。あと1時間10分、これ到着予定時刻がねまた遅くなりますね。
あ、前回来た夕張メロード道の駅、またここで休みます。はい、夕張道の駅、夕張駅前なんだね。知らなかった、気づかなかった。あ、結構疲れたわ。道の駅夕張って面白いね。しかし明らかにスーパーだからね。スーパーマーケットが一部がなんかお土産コーナーみたいにして道の駅って名乗ってるみたいな感じだよね。はい、やっと苫小牧に到着しまして、 6.8 キロ13分でターミナルですね。今セイコーマートで買い物をしまして、夕飯を買いました。朝ごはんのカップ麺も買いましたので、これでねバイキングルートは回避できたと思われます。とはいえですね、到着予定時刻が今17時3分ということですね。2時間前に手続きを終わらせてくださいっていう案内に対してですね、2時間前をまた割り込んでしまうというですね、まあ予想通りっちゃ予想通りなんですけど、まあ予想通り、どうせそうなるだろうなって思ってるからなるんだよね。さあ、西港フェリーターミナル、今17時1分ですね。到着予定あと4分後で17時5分ということになります。この微妙な遅れ感がね、俺らしい。いやだけど俺にしては頑張った方だよそんなことねえか。いやなんとかここまでたどり着きましたね。早く帰りたい気持ちもちょっと湧いてきている頃、この頃ですけれども、でもいよいよ北海道を後にすると思うとちょっと寂しい気持ちにもなるとかならないとか。最後に雨がなんかパラついてきてますが、さあ太平洋フェリーです。ラウンジショーとか映画とかね、昔はあったんですけど今どうなんだろうな。2年前もねコロナ禍だったんでなかったんですけどね、ぜひ見たい。でそしてあとね、コロナ禍でその二等船室がですね、ソーシャルディスタンスっつってめっちゃ空いてたんですよね。だからそういう風にして開けてもらえたらラッキーだなっていうねまあ単に空いてたらもっとさらにいいんですけど。さあ到着です。ここに並んだのを思い出しますね。結構待ちました。待つ間ね、荷物どう、何を船内に持ち込むかとかね、すごい迷って今から荷物作り直そうかなとか、ヘルメットをねバイクに置いていきたいけどちょっと難しいなと思ってね。まあヘルメット置く場所ぐらいあるだろう。ご覧やってください。はい、やご覧ご覧、はい、OK です。
よーし、到着です。あ、仙台港です。あ、太平洋フェリーありがとう。太平洋フェリーは本当に快適ですね。いつも本当にありがたい、めちゃくちゃ快適でリラックスできますね。ということでですね、北海道ツーリング18日間、まあ、今日は19日目ですが、まあ、18日で終了ということでですね、これにて、終了とさせていただきます。ここまで、感想していただいた方ありがとうございます。ぜひコメントを残してください。なかなか最後までたどり着けない方が いたと思いますが、お付き合いいただき誠にありがとうございます。ではここからあと30分ほどで、まずは実家に帰って一段落ということになります。どうもありがとうございました。いい旅でした。